ゆずタイムの時間です。この番組は京都電工株式会社の協力でお送りします。さあ今日は素敵なご夫妻をお迎えしています。自己紹介をご主人の方からお願いします。株式会社 AT コンサルティング代表取締役竹内敦史と申します。こんにちは、よろしくお願いします。じゃあ奥様どうぞ。はい、同じく取締役竹内恵子と申します。よろしくお願いいたします。ご主人にお聞きしたいんですけれども、はい、株式会社 AT コンサルティング、はい、どんなお仕事されてるんですか？12年前なんですけども、はい、国がある金融仲介業という職種を作りまして、うん、以前、12年前はなかったんですけども、はい、証券会社とお客様の間に入りまして、うん、売買のそのアドバイスをしたり、はい、実際の売買を取り次いだり、はい、そういう仕事で今全国で850件、法人を含めてあるんですけども、うん、まだ非常に少ないというか、はい、アメリカあたりだと2万3000人以上 の、はい、件数があるんで、うん、日本もこういう制度が増えていくと、うん、非常にこう身近に証券取引 の、 売買のアドバイスを差し上げることができるんじゃないかと思います。はい、奥様も資格を取られたり、はい、されて大女の子を発揮されてるんですね。はい、乗せられて資格を次々と出される。例えばどんな資格を？外務員の資格から始まりまして、はい、法人の場合は、はい、コンプライアンスが必要ですので、はい、内部管理責任者の資格、はい、それからファイナンシャルプランナーの資格を取って今これから活躍したいなと思っているところです。そうですか、はい、そんなお忙しい奥様なんですけれども、実は音楽が大好きで、はい、今日の番組タイトルもつけてくださったそうなんですけれども、はい、ハーモニーを愛して、はい、さあどんな思いを込めてつけてくださったんでしょう。はい、ハーモニーって言いますと、やっぱり普通思いつくのは音楽だと思うんですけれども、うん、音楽ももちろんですけれども、うん、やっぱり人っていうのは一人では大したちっちゃなことしかできないけれども、うん、みんなで力を合わせたらすごい素晴らしい感動できることができるなっていうのを、うん、この今歌を通してすごく感じてますし、はい、仕事でもそういうのがやっぱり大きい力になるなと思って、うん、今回やっぱりこのハーモニーを愛して見させていただきました。はい、高校時代3年間合唱団に所属されていて、はい、今も合唱されてるんですね。はいはい、どちらの方に？はい、今は京都シティフィル合唱団というところで、はいはい、ソプラノの2の方、メゾの方をさせていただいております。あ、そうですか、はい、じゃあ今日はそんな奥様が選んでくださった3曲をお届けしたいと思います。はい、最初の曲をご紹介お願いします。はい、こちらは、はい、題名はスメタナ作曲のチェコミーヨーによる幻想曲って言いますけれども、はい、現在その合唱団のピアノ伴奏をしてくださる、はい、河合珠恵さんの、はい、初のアルバムでして、はい、もう中国とかチェコとかで活躍されてる方で、うんうん、素晴らしい曲でいつも癒されてますので、はい、ぜひお願いしたいと思います。はい、じゃあ曲名をもう一度お願いします。はい、スメタナ作曲チェコ民謡による幻想曲、河合珠恵さんのピアノでお聴きください。Thank you.
恵子さんが所属されている京都シティフィル合唱団は団員がどれぐらいいらっしゃるんですか？150名ぐらいおります。あ、そうですか、はい。そして、オーケストラ付きの合唱団とお聞きしましたけれども、はいはい、そうなんです。素晴らしいですね、はい、そこがもう魅力で、はい、さらに大きな感動を覚えております。そうですね、はい。ご主人はい、奥様の演奏会には全部いらっしゃってるそうですけれども、まあ、最初はそのクラシックというのはあんまり馴染みはなかったんですけども、うん、長年聞いておりますので、もう20回以上、まあはい、そうですね、じゃあご主人も音楽通になられてるんです、まあ、そこまでまだ行ってないんですけどもまあ興味は持って、はい、やっぱ関心がありますね、はい。さあ2曲目をご紹介お願いします。はい、はい、2曲目はラターの、はいはい、コラールファンファーレっていう曲なんですけれども、はいはい、ラターはまだ現在活躍されている作曲家の方で、はい、若い方もよく歌われてるんですけれども、うん、今回コンサートの時にもこれ、はい、冒頭で最初に、はい、ファンファーレで歌いたいと思って今練習中です、はい。じゃあコンサートのことはまた後でご紹介します、はい、どうぞ。ラターのコラールファンファーレをお聴きいただきました。この曲を歌われるコンサートが3月の6日あるんですね、はいはい。これはどんなコンサートですか？はい、復興記念コンサート、はい、ハートフルコンサートといいまして、はい、まあ、チャリティーコンサートで福島の方から、うん、ご招待で、合唱団の方にも来ていただきますし、はい、京都からたくさんの合唱団がその復興記念に復興に向けてみんなで力を合わせていこうというコンサートです。はい、じゃあいよいよ最後の曲になります、はい、ご紹介お願いします。はい、ヘンデルのディキシット・ドミヌスよりグローリア・パートリア・フィリオです。これはどうして選ばれましたか？はい、これはこのシティ・フィルの合唱団に入った時に、はい、まあ、いろんな曲、新しい曲を教わったんですけれども、うん、この曲を次しますよって聞いた時に、はい、とても難しいけれどもなんかも心惹かれるような、はい、ああやっててよかったって思う一曲です。はい、どうぞ。恵子さんがやっててよかった
って思われたのなんかわかるような感じがしました。ありがとうございます。素晴らしいですね、はい、さあ、恵子さんの所属される京都シティフィル合唱団の演奏会、3月6日の日曜日の復興記念コンサートハートフルコンサートの他にもう一つ5月にもあるそうですけれども、はい、こちらがメインで1年間練習している方なんですけれども、はいはい、5月の29日の日曜日に、はい、定期演奏会が京都コンサートホールであります、はい、41回目だそうですね、はいはい、いろいろ知りたい場合恵子さんのフェイスブックもあるそうですけれども、はいはい、これはアルファベットで、はい、恵子竹内、はい、それから、京都シティフィル合唱団のホームページもあるそうです、お問い合わせはアマデウス音楽事務所 075-314-1928 そして株式会社 AT コンサルティングのお電話番号をご主人の方から、はい、075-200-8645 です、金融商品仲介業をされているそうです。では恵子さん最後に一言、皆様にメッセージがありましたら。あ、はい、ちっぽけな自分ですけれども皆さんの力をいただいて、はい、本当に感動できる大きなことができる、それがハーモニーの素晴らしさだと思います。これからもよろしくお願いいたします。お願いします。本日は株式会社 AT コンサルティングの竹内敦史さん、恵子さんをお迎えし、ハーモニーを愛してというタイトルでお送りしました。竹内敦史さん、恵子さん、ありがとうございました。ありがとうございました。お相手はゆうでした。